どうも、きみまろです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今日は2泊3日の台湾旅行のバッグの中身を紹介していこうと思います。また近々台湾に行くんですけども、今回はね、いつも見たくカメラ機材はあんまりね、たくさん持っていかずに iPhone 15 Pro Max だけで Vlog とか撮影しようと思ってますので、荷物はね、いつもよりかなり軽くなっています。あと僕、いつも無印良品とか100均とかユニクロとかリーズナブルに揃えられる便利なトラベルグッズを持って行ってるので、今回はそういった無印とかのトラベルグッズを中心に紹介していこうかなと思います。これからね、旅行に行かれる方の参考になったら嬉しいです。では早速紹介していきましょう。まずこちらのバックパックから紹介していきます。これはね、ちょっと前に発売されたユニクロ U のバックパックです。ユニクロ U ね、割と久しぶりに買ったなって感じなんですけども、これね、店頭で見たらめちゃめちゃ良さそうだったので買ってみたんですけど、使ってみてね、実際にこれいいです。ナイロン製なので本体がね、結構軽いし、これ30リットルも入るんで、こう2泊3日とかの旅行だったらね、もう余裕です。で、これ結構収納も充実していて、この上の部分もね、ファスナーになって、ここも大きなポケットなってますし、あとこの背面というかね、ここにも大きいポケットがついていますし、あとすごいのはここのね、底面、底の部分が、これがね、大きいポケットになってるんですよね。ここにもたくさん収納できるし、メインの収納の部分も開けると、ここがね、ちょっとこう巾着状になっていて、口をすぼめる形になってるんですけど、開けると結構ガバッと開きますし、中にね、結構たっぷり入ります。さらにね、この横にファスナーがこうついてるので、ここからね、こうやって中身にアクセスすることもできます。こういったね、ユニクロ U のバックパックなんですけど、こんなの出てたんだなと思うのでね、店頭で見て即買いしました。あとこれね、一応撥水加工もされてるので、台湾とかね、急な雨降ってきたりすることもあるので、まあ、そういった時もね、ある程度はしのげそうですね。中にはね、 PC のスリーブとかもついてるので、普段使いにはもちろん使えるし、今回みたいな2泊3日の旅行なんかにもね、ぴったりだと思いました。こちらにね、いろいろ詰め込んでますんで、中身紹介していきます。あ、そう、あとこれも紹介しとこう。バッグにはね、安定のクリッパ、これもつけていますね。これはバックハンガーですね。こう開くと、ここをテーブルのね、ヘリのところとかに引っ掛けて、バッグをね、吊るしておくことができるというバックハンガーですね。結構丈夫なバックハンガーです。まあ、台湾に限らずね、日本とかでもそうなんですけども、餃子の王将とかね、町中華みたいにこう床がかなりウェッティなコンディションだったりすると、バッグをね、床に直接置くのが割とためらわれる時もあるんですけども、これであればね、床に直接バッグを置かなくて済む、そういうね、バックハンガーです。はい、ではね、バッグの中身紹介していきます。まず一通りね、バッグの中身出しちゃおうかなと思います。メイン部分を開けますと、よいしょ、これはパートート、僕がこたつの散歩バッグとして作らせていただいたパートート。ちょっとこれ僕改造しちゃって、取っ手部分をね、これは取っちゃってるパターンなんですけども、本来はね、ここ取ってあります。この中にね、こうガジェットとかいろいろ入れています。撮影機材とかですね、これは後で紹介します。まあ、今日はね、無印の商品いろいろ多めに紹介しようかなと思うので、はい、このアメニティとか入れてるバッグですね。は常備薬とか入れてるこちらのポーチ、あとはガジェットポーチ、これも後で紹介します。あとはちょっとね、濡れる歯ブラシとかそういったもの入れてるポーチ、あとは着替えを入れてるメッシュポーチですね。大きいところだとこんな感じかな。あとちょっと小物いろいろ入ってますけども、まずはここから紹介していきましょうかね。はい、まずこちらから紹介していきましょう。こちら無印良品のポリエステル吊るして使える着脱ポーチ付きのケースです。これはまあおなじみの商品ですよね。結構持ってる方も多いんじゃないでしょうか。こういう風に中にはね、メッシュポケットが3つついていて、で、特徴的なのはね、ここの上にこうフックがついているので、洗面台とかの近くのフックにこれを引っ掛けて、そこからね、アメニティを取り出して使うことができるというものになってますね。これ非常に使いやすいですよね。で、着脱ポーチ付きケースということなので、ここのね、真ん中のポーチ、これが取り外すことできます。こんな感じでボタン2つでくっついているので、こういう風に取り外して使うことができます。なのでこれだけ持ち歩くってこともね、できますね。この中から紹介していきましょうか。で、この中にはまずこれから紹介しましょう。コンディショナーを入れてます。これがですね、これも無印良品でポリエチレン小分けボトルワンタッチキャップというものですね。ワンタッチでここでちょっとね、蓋を開けることができる口の部分がこういったタイプのボトルですね。これね、やっぱ非常に使いやすいのでいいと思います。で、結構ね、丈夫なんですよね。容器自体も割としっかりしているので、普段使ってるコンディショナーとかをここに入れ替えて持っていくことができます。僕は普段ね、ジョンマスターのコンディショナー使ってるので、それ入れてます。
いい香りと同じボトルにボディーソープを入れています。でこれとこれね、見た目ほぼ一緒でちょっとね分かりにくいんですけど、ちゃんとこのねシール貼ってますよね。このシールも無印良品で売ってます。こういうシールなんですけど、こんな感じでね、シャンプー、コンディショナーとか化粧水とか、こういったねシールが売ってます。でこれね、よく見るとですね、エンボスがこういう風についてデコボコがついてて、全部ね違うデコボコがついてですね、逆にコンディショナーは何もついてなかったりするので、お風呂とかね、こう見えにくいところ、目とかねつぶってて見えにくいところでシャンプーとコンディショナーをね触ってね判別することができる、そういう風なラベルが売ってました。これをね貼ってます。今コンディショナーとボディシャンプーを紹介したんですけど、シャンプーは今回はねこういう試供品を持ってこうかなと思ってます。荷物を減らすコツなんですけど、こういう風にね、もし手元に試供品とかこういうのがあったら、これを持って行って使ったらね、もうできちゃえばいいので、無駄に荷物を増やす必要もないので、僕は結構こういう試供品もある時はね、旅行のタイミングで持っていくようにしています。これがジョンマスターのシャンプーと、こっちは3の化粧水とかですね、こういうのもこの中に入れておきます。なのでシャンプーボトルは今回持ってかないです。あとボトルはですね、化粧水かな、これちょっとラベル貼ってないですけども、導入化粧液を入れていますね。はい、これスプレータイプです。 PET 小分けボトルスプレータイプの 30ml のタイプですね。スプレーもね結構細かくて綺麗なね霧状のものが出るので、ちょっとこれティッシュでやってみましょうかね。見えるかな、結構細かいですよね。なので顔にまんべんなく浸透させることができると思います。あとこれも容器結構丈夫なんですよ。全然へこまない、しっかりした容器なので、まあ、100均とかでもねいいと思うんですけど、まあ、割と丈夫なので液体を入れるにはねこういうの安心かなと思います。でもちろん蓋もついてるので、はい、これが導入化粧液ですね。で同じような形のもので、こちらには化粧水を入れていますね。で化粧水は同じように蓋付きでポンプタイプになってます。これが PET 小分けボトルのポンプタイプですね。こちらも 30ml、 こちらを取り出すとこんな感じでしっかり出ますね。こちらが化粧水で、同じボトルに乳液も入れています。こちらも小分けボトルのポンプタイプですね。こういったねお風呂で使ったり洗面台で使うボトルをここにまとめて入れています。はい、全部無印なので収まりもいいですよね。あとはこの上のメッシュのところにも2つ入れて、でこちらがポリエチレン小分けチューブですね。 M サイズです。この中にはね洗顔クリームを入れています。これも親指でこう開けられるタイプになっていて、こういう一つ穴のノズルになっています。こちらと、あとこれがですねクリームケースですね。クリームケースとかねもうほんと100均とかでもあるんですけど、まあこれも120円、一つ120円なのでちょっと大きめなサイズです。この中にはヘアワックス入れています。これもねかなりでも丈夫な感じなので、バッグの中入れておいても割れたりはね絶対しないような素材だと思います。こういったものをここの上のポーチに入れています。吊るせるポーチの中はこんな感じですね。かなり綺麗にコンパクトにまとまりますよね。この試供品以外はこれ全部無印良品です。綺麗にまとまりました。続いてこの常備薬を入れているポーチですね。こちらは今ねちょっとこのカラー多分売ってないと思うんですけど、これもね無印良品の TPU 自立するポーチというものですね。自立するポーチ、この中にはケースに小分けした常備薬とかを入れています。まずこれですね、こちらも無印良品なんですけど、ポリプロピレンカードケースのダブルというもので、これはね文房具コーナーに売ってるものでした。これダブルということで取り出し口が2つあって、まずここをこういう風に開けると、ここにね縦にこう入れることができるんですが、僕はここにはですねこういう歯間ブラシと、あと綿棒、歯間ブラシと綿棒をここに立てて入れています。もう一つがこうして、ここをね横開きできるんですね。ここにはバンドエイドを何枚か入れています。2つ分けて入れることができるカードケースです。本来はね名刺入れなんですよね。いただいた名刺と渡す名刺を入れるっていうねカードケースなんだと思うんですけど、ちょっと名刺入れに関してはね無印の使うのあれかなと思うので、まあ、こういう風にねバンドエイドとかこう縦に長いものとか入れるのはいいんじゃないかなと思いました。はい、こちらも無印良品ですね。あとポリプロピレン小物ケースというものがありまして、これが M サイズですね。こちらには常備薬入れています。でこちらが S サイズ、こちらにはね風邪薬とか入れています。あとはこちらにはね大谷さん入れてますね。台湾でたくさん食べると思うので、胃の調子がねもし悪くなったらこれ使おうと思います。
はい、こういったポリプロピレンケースですね。 M サイズと S サイズ、これも全部無印良品です。で、あとこれ面白いんですけども、まあ知ってる方いるかもしれないんですが、こちらも無印良品のフィルム石鹸ですね。これ開けるとこういう風な感じになっていて、これ1枚1枚がこれがですね、石鹸になってるんですね。で、これを水をつけて泡立てて手を洗うことができるというものですね。旅行先で結構ね、公衆トイレとかで手洗う、水はあるけども石鹸がないところとかも結構あるので、こういうご時世、まあちょっと落ち着いてきましたけどね、こういうご時世だったりするので、まあ手洗いはね頻繁にやった方がいいと思うので、バッグの中入れておくといいと思います。かなり泡立ちもいい石鹸なので、固形石鹸とかね、あとチューブ型の石鹸とかだとちょっと余った時にかさばるし、あと固形石鹸とかだったらもう使ってびしょびしょのやつをねどこに置こうってなるんですけども、これだったらね1枚ずつ使えばいいだけなので、非常に使い勝手もいい石鹸だと思います。こういうフィルム石鹸、これもねこの中に入れています。はい、非常にコンパクトに収まりましたね。で、続いてこちらのメッシュポーチも無印良品で、サイドメッシュ歯ブラシポーチの L サイズです。両方ともねこうメッシュタイプになっていて、上をファスナーで開けるというものですね。硬いメッシュなので丈夫です。これ自体もこの中には歯ブラシとシェーバーと、あとこれフィルム歯磨きというのを入れています。ちょっとこちら説明していきます。まず歯ブラシは、これは無印じゃないですね、フィリップスのソニックケア9900プレステージという、まあ普段からね僕が使ってるもので、まあ電動歯ブラシなんですけど、割とね高級電動歯ブラシなんですけど、もうほんと歯がピカピカツルツルになるので、僕の歯はこれで守られてるって感じですね。で、歯磨き粉を使うときはですね、こちらおすすめですね。これは無印良品なんですね。フィルム歯磨きというもので、スライドさせるとね、こういう風に中に一枚一枚小さな紙が入ってまして、これがですね歯磨き粉なんですね。これを前歯に貼り付けて、歯ブラシの方を水で濡らして、でそのまま歯磨きを始めると口の中でしっかり泡立つという、そういうねフィルム歯磨きになってます。全部で24枚入ってるので、まあ、使い切らなきゃねこのまま持って帰ればいいですし、使うときはねバッグの中からすぐに取り出して使える歯磨き粉です。ホテルとかだったらね歯磨き粉あるからいいと思うんですけど、外にね出かけた時とかに歯磨きたいとかね、昼食の後に歯磨きたいとか思った時に、歯磨き粉ねなかなか持ってないと思いますし、チューブのまま持っていったらね結構かさばったりするので、まあ、このサイズコンパクトでいいと思うんですよね。これもね一緒にこういうメッシュポーチ中に僕入れています。あとはシェーバーですね。これはシックの極みシェーバーというやつで、剃り味が非常にいいやつですね。これを持ち歩いています。ホテルにもね T 字のカミソリあるんですけど、やっぱりあれね切れ味そんな良くないので、男は黙って5枚はですね、こちらをね持っていこうと思います。シェーバーと歯磨きセット、はい、この中に収めました。あとは衣類いきましょうかね。着替えですね。これもですね無印良品ですね。結構パンパンに入れてるんですけど、無印良品のポリエステル畳める仕分けケースの、こちらは S サイズです。 S サイズ目いっぱい入れるとこれぐらいまで入ります。正直ね、もうちょっと入ると思います。これね、畳んだらもうこれぐらいのコンパクトなサイズになるんですけども、広げるとね、これだけの容量になります。結構大きいですよね。で、これ開けますと、上の部分がこうメッシュタイプになっていて、ここにはね、シャツとか T シャツとか入れていて、で、こっちのこのメッシュじゃない方、こっちもね、もちろん収納になっていて、でここには下着だとかインナーのシャツとか、こういうのを入れています。あと靴下とかね。こちらが無印良品のポリエステル畳める仕分けケース S でした。で、今みたいに着替えを一部ねボロボロの下着とか捨ててきちゃったりもするんですけど、まあ大半は持ち帰るので、そんな時にね使えるようなアイテムも紹介してみます。はい、こちらですね。こちらも無印良品の衣類用圧縮袋ですね。布団圧縮袋の衣類版みたいな感じになっていて、ここに衣類を入れまして、ファスナーをねきっちりこう締めまして、ここにですね見えますかね、この薄く細く空気の通り穴みたいなやつがあるんですよね。ここから空気が外に出て、で空気が逆流しないような作りに多分なってるんですよね。でなのでこの中衣類を入れてギュッギュッギュッとね空気を抜くように押しつぶしていって、丸めるようにしていくと、これをかなりね薄くできるので、帰りの荷物が減らせるのでね、お土産が一つ二つ増やせると思いますので、これおすすめです。これも無印良品です。あとはそれ以外、結構濡れるようなものとかをね持ち帰りたい時とか、あとはボトルの中身がね液状のものがこぼれてしまったりすると不安だという方には、こちらはイケアのものですけど、フリーザーバッグ、これね何枚か持っておくといろんな
な時にね使えると思います。僕も毎回 4,5 枚は持っていくようにしています。あと梱包系だとね、これも Amazon で買える梱包シートですね。1枚1枚はねこう普通の紙なんですけど、これをですね横にこう広げるとこんな感じになります。カルディとかでね見たことある方いるかもしれないんですけど、壊したくないものとかがもしあったら、これをこういう風にくるめば衝撃から守ることができる、衝撃のね吸収力が上がる、こういうシートです。こう瓶のお土産とか持って帰る時とかにはこういうのあった方がね安心だと思うので、僕もねこれを毎回こういう風に20枚ぐらいですかね、結構多めに持ってっています。スーパーとかで調味料買ったりとかした時とか、これねあると安心だと思いますので、これもね持っとくとおすすめです。これ Amazon で買えるんで、この辺は概要欄にリンク貼っときます。こういうのをバッグのねスリーブのところに入れています。続いて撮影機材とかねガジェット系紹介していきましょう。まずこちらから紹介していきましょうかね。今回メインのカメラで使おうと思ってるのは、普段使いもするんですけども iPhone 15 Pro Max、 こちらをねメインのカメラで今回は使おうと思います。メインのカメラというか今回 Vlog はこれだけで撮ろうかなと思っています。ちょっとね iPhone だけで Vlog どれだけ撮れるか試してみたいなと思っています。で iPhone で Vlog を撮るということで、頻繁にねこうカメラをポケットから出し入れするのは大変だなと思ったので、普段はねつけないんですけど、今回こういうねストラップ首からね下げるストラップにつけて撮りたい時にすぐにカメラ構えて撮影するという風にねしていこうかなと思っています。で普段はねケースも僕つけないんですけど、今回はケースをつけてまして、ケースティファイのインパクトケースマグセーフコンパーチブルってやつなんですけども、ここにねマグセーフがちゃんとつくものになってますね。これ今わかるかな、ケースティファイのロゴもこれねいつも白くて目立って、多分ねこう鏡越しでこう自撮りした時に必ずねケースティファイのロゴが入るようにあえてねここのレンズ周りにケースティファイの文字を入れてると思うんですけど、ちょっとねインフルエンサーさんとかにね配りすぎてて、なんかこれもねギフティングでもらったんじゃないかみたいな感じでね、ちょっといやらしく見えるのが嫌だったので塗りつぶしちゃいましたこれ余計かっこよくなったんじゃないかな。でも黒く塗りつぶしたケースティファイのロゴ怒られちゃうかもしれないですけど、自分で買ってるんでねこれはね自分で買ってるんでちょっと塗りつぶさせていただきました。ケースティファイのケースにしたのがねもう一個あって、このねストラップをねここにつけられるんですけども、このね中に T 字のこうプレートみたいなやつが中に入ってるんですけど、これがこういう風にちゃんと曲がるプレートになっていて、でそこにねこうカラビナみたいにしてストラップをつけてるんですね。結構これが丈夫なんで、そんな引きちぎれたりもしないし、それでカメラをねこう持った時とかにここのね手がねここ当たりにくいのがいいんですよね。ちゃんと折りたたんでくれるので、カメラ構えた時とかも手がねここのところに当たらない、これがいいなと思ってこれにしました。このつけてるストラップもですね、これが 2way になっていて、 2-in-1 ユーティリティランヤードっていうのかなっていうストラップなんですけども、今この長さというか首からかけるサイズになってるんですけど、この部分をですねこれ取り外すことができるんですね。で取り外すとこっちにもね同じような爪がついてるので、これをねここにカチャッと止めるとハンドストラップみたいにできるんですね。こうやってこちらのね長い方のベルト、これも取ることができるので、これをこういう風に開けまして、ここから取ってしまえばハンドストラップだけね持って使うこともできます。このね 2way、 これが非常にいいなと思ったので、ケースティファイの 2-in-1 のねストラップ、こちらはね選んでみました。でこの iPhone 15 Pro Max をカメラとして使うにあたって、もっと使い勝手をね良くしたいなと思いまして、いくつかね追加で購入しているものがありまして、まずこちらがジャストモバイルのシャッターグリップ2というねスマホグリップです。こういう風に掛けるというかね、かませまして、こういう風にするとカメラグリップのようにね握ることができるというものですね。ここにこうボタンがついていて、これがねペアリングされているので、これでねシャッターを切ることができます。一回ちょっとこう上げるとこういう風にね下げることができて、でこれこう伸ばすともう分かると思うんですけど、自撮り棒になるんですね。これをですね180度ひねるんですよ、こうやって。そうするとこっちに起こせば自分と水平に自撮りをすることができるというね、ここにね三脚穴もついているので、これをね三脚に立てるってこともできます。はい、非常に使い勝手がいいグリップですね。これ宮丸デッカさんが紹介していて、僕ね他のスマホグリップをねいくつか持ってたんですけど、2個実は試して2個ともねうーんって感じだったんですけど、いやもうこれ最適解だと思いますね。めちゃめちゃこれ使いやすいなと思いました。宮丸デッカさんに感謝ですね。これめちゃめちゃいいです、ありがとうございます。でさらにですね、屋外で撮る時とかに明るすぎちゃって画面がね白飛びしてしまうっていうのを防ぐために、こういう風にカメラレンズに取り付ける ND フィルターのベースになる部分と ND フィルターですね、
こちら両方ともスモールリグのものですけど、回すとレンズ見えなくなりますよね。これ要はサングラスの役目になったわけですね。こういう風にちょっとサングラスをかけることで屋外で撮影していても白飛びしなくなると。これがマグネットでしかも取り外しできるという、こういった磁気フィルターセットですね。ベースのものと、あとは ND フィルターと、あともう一枚がブラックミストという、これもねマグネットで付きますけど、景色をちょっとふんわりさせた感じで撮ることができるという、夜市とかねこれで撮ったらすごい雰囲気よく撮れると思うんですよね。こういった磁気フィルターセットですね、こちらも持ってきます。はい、こんな感じでもはやこれはスマホなのかっていうぐらいにね、完全に一眼カメラになってしまうんですけども、今回はねこの iPhone 15 Pro Max で動画撮影したいなと思ってるので、ちょっとねこの周辺機がちゃんと揃えてみました。これでどんな Vlog が撮れるか僕も楽しみなので、出来上がったらねぜひ皆さん見ていただけたら嬉しいです。はい、カメラ機材こんな感じかな。あ、もう一個これもありましたね、ウランジの三脚ですね。これがマグセーフ対応の三脚になっていて、伸ばすとこれもね自撮り棒になったり三脚になったりするんですけど、ここを広げるとこう三脚になりますね。でこう立てて自撮りをしたりするんですけど、マグセーフのプレートがついているので、これをここにペタッとねくっつけることができます。これでね食レポする時とか自撮りすることができるって感じになりますね。撮影機材はこんな感じですかね。あとはガジェットポーチ説明していきましょうかね。こちらも無印良品のポリエステルガジェットポーチです。で結構良くてね、こうガバッと開くねタイプのガジェットポーチになってまして、メッシュポケットがこちら側とこちら側2つに分かれてます。でこちら側は撮影機材のねちょっと延長になるんですけども、外付けの SSD サンディスクのものですね。こちら 2TB を2枚持ってきます。あとはケーブルですね、高速転送ができるケーブル、こちらをね持ってきます。あとこちら側には充電器周りですかね。まずこちらアンカーのプライムウォールチャージャーというものですね。海外のホテルとかだとこれねプラグ挿した時にこれが落っこっちゃうこととかよくあるんですけど、これがですね名前にもウォールチャージャーってね入れてるぐらいに、壁に挿した時の安定性がね高いんですよね。ホテルとかで壁にコンセントがある場合もこれ挿しておけば、まあ、そう落ちることはないと。で USB-A と USB-C 2本がね同時給電できるので、僕はね旅行の時は最近これ持ってってますね。これ非常にいいです。あとね同時にもう一個ね USB-C 充電したいなとか思う時があるんで、そういった時のために一応こちらもう一個持ってっておきます。こっちもアンカー製で511チャージャーというナノ3というね 30W これでも充電できます。これもねこれプラグが折りたためるのでこっちと一緒でね、かなりコンパクトにポーチの中に収納することができます。あとはケーブル類と、あとこちらはアップローチを充電する時のアンカーポータブルマグネティックチャージャーです。これを外すとこういう風に USB-C のプラグがついていまして、こういったところに挿してアップローチをこういう風に吸着させて充電することができるというものですね。一応これも紹介していきましょうか。持ち物としては Apple Watch と AirPods Pro、 これもね当然持ってきます。あとは、はい、SIM ピンですね。空港で SIM カードを取り替えたら絶対に SIM ピンもついてくるんですけど、あれねちっちゃいんで、こんな感じでちっちゃいんでなくしがちなので、一応ガジェットポーチにこう予備といった形でこうビニールに入れて見やすい分かりやすいようにしてねポーチの中に入れています。こういったものをガジェットポーチの中にはしまっています。この無印のねこのガジェットポーチも結構容量が大きいのでたっぷり入りますので、ガジェット類はねこれ一つに全部収めておけばかなりね綺麗にまとまると思います。はい、メイン収納部分はこんな感じで、続いてこのね底のポケット部分、ここを見てみましょう。底ポケットに入ってたやつ紹介していきましょう。まずこれから、はい、これもですね無印良品の商品なんですけども、洗える携帯用スリッパです。こういった形でスリッパですね。飛行機の中で靴脱いで足をリラックスさせたいんですけど、まあ、裸足のままっていうのもあれなので、飛行機の中で履くスリッパとしてねこちらを使います。折りたたむとコンパクトなので、リュックの下とか取り出しやすいところに入れておくとねいいですよね。こちらと、あとはこれはですねユニクロのポケタブルパーカーですね。 L サイズのものも持ってきます。台北多分この時期ね結構あったかくて、去年とか11月はね T シャツだけで過ごしたりできていたので、まあ不要かなと思うんですけど、急に寒くなったりやっぱり雨降ってきたりするとね台北でもかなり冷え込むと思いますので、まあ、こういったね羽織るもの1枚あるといいかなと思って、で折りたたむとこれぐらいねコンパクトでいけますので、このポケットダブルパーカーと、あとはまあロンティーも一応持ってくので、ロンティーとこれがあればどうにかなるかなと思ってます。あとは折りたたみ傘ですね。木沢の
超軽量カーボン折りたたみ傘ですね。今まで僕が使っていたモンベルのトラベルアンブレラがですね、ついに折れて壊れてしまって、それの代わりとしてね買ったんですけど、モンベルのトラベルアンブレラよりさらにね軽量ということで、持ってるのがね分からなくなるぐらいかなり軽いです。スマホの半分以下の軽さというね、そういった傘なんですけども、台湾はね結構急な雨多いので、こちらはね絶対持っといた方がいいなと思ってます。こうね携帯しておく傘こそこういう風にね軽量なものにしたいなと思って、こちらをね持ってきます。であとこちらはスーベニアバッグというもので、帰りねお土産をたくさん買って帰ってくるので、お土産を入れる用の自宅荷物で使うバッグですね。広げるとこんなサイズになります。容量たっぷり、46リットル入るので、ちょっとこれ畳むの大変なので後で畳みます。はい、底ポケットにはこういったものをね入れていました。あとはこちらの外側のポケットですね、ここに入れてるもので最後かな、ここ見ていきましょう。この中にはナノバッグですね、ナノバッグの XL サイズ、これはエコバッグですね。スーパーとかで買い物した時とか大きい買い物した時とかに持ち運べるようにする、普段使わないのでこうコンパクトにね畳めるナノバッグをいつも入れてます。あとはそうこれね4年前かな、4年前の台湾旅行行った時に買ったものなんですけど、ドリンクホルダーなんですよね。ここにプラカップみたいなやつを入れて手にかけて持てるというね、可愛いんですよこれ。台湾のお店のね看板がねびっしりプリントされたもの、これかなり気に入っていたんですけど、もう4年前なんでちょっと色あせつつあるので、これじゃなくてもいいんですけどね、ちょっと代わりになるもの、結構台湾で旅行してるとドリンクホルダーあるといいなと思う機会が多いので、代わりになるもの見つかれば買ってね向こうで使いたいなと思ってます。あとは手鏡ですね、これクリップ式の鏡でダイソーで買いました。110円、クリップ式になってるので、こうバッグとかにねつけて高い位置とかでね鏡見たりすることもできるので、何かと便利なクリップミラー、こちら持ってきます。あとは台湾といえば夜市では欠かせないこのウェットシートですね、これも無印良品の除菌シートです。でこの蓋はですね100均で買ってます。この100均で買ったこの蓋、これをつけることでここのねベッドシートの取り出しが非常にしやすくなるので、あとねなかなか乾きにくくなったりするので、2枚で100円とかで確か買えた気がするので、これつけておくとねかなりベッドシートがね使いやすくなります。これも無印良品なんですけども、竹 100% の携帯用ペーパーナプキンです。これ開けると普通のねペーパーナプキンなんですけど、手を拭いたりする時とかはこれあるといいと思いますね。ボックスタイプになってるので取り出しもねしやすくていいですよね。あとは鼻セレブ、あとスマホのねカメラのレンズだとかディスプレイとかね汚れた時にすぐに拭き取れるエレコムのクリーニングクロスですね。一番ちっちゃいサイズかな、これ S サイズですかね、これ1枚持っとくと安心だと思います。あとはアンカーの633マグネティックバッテリー、これはスマホにねこうくっつけて充電することができるマグセーフ対応のモバイルバッテリーですね。ケースつけててももちろん充電できてますね。あとはお財布ですね、 MPU のストラッチですね、ずっと使ってる折りたたみのお財布で、こちらの財布は台湾ではねメインでは使う予定はなくて、日本にいる時とか台湾の桃園空港まで使う感じかなと思ってます。日本円ね、現金日本円をここに入れておくのと、あとは貴重品クレジットカードとか入れてます。あとね一応このユーフィーのスマートトラックカード、これを入れとくことによって万が一ねこの貴重なクレジットカードとか入った財布がねなくなってしまった時も iPhone の探すアプリから追跡できるようにしています。これはさっき言った通り空港とかまで使うんですけど、旅先で台湾に行ってから使おうと思ってるお財布はこっちですね。これも無印良品なんですが、ポリエステルトラベル用ウォレットというね、こちらの簡易なお財布、これを使おうと思っています。ちゃんとバンドがついていて、小銭入れと、あとはお札入れですね、前回のね余ったニュータイワンドルここに入れてますね。あとはヨーヨーカ、これは台湾で使うスイカみたいなカードですね、これをトラベルウォレットには入れて持ち歩こうと思っています。お金とかは正直ね万が一落としてしまったとしてもお金がなくなるだけなんですけど、さっきみたいにこう普段から使ってるお財布とかこういったものはやっぱり落としたら悲しいので、向こうでね使うお財布っていうのはね最悪なくしてしまっても諦めがつくようなものにしたいなと思って、こちらのねポリエステル用トラベルウォレット、今回からねこれ使えます。前回まではねこちら使ってましたけど、はい、これ持ってきます。あとは大事な
パスポートと、あとこれがですね、台湾で1年間に3回以上旅行行くと申請発行できるね、こういった乗客証っていうね、台湾の常連さんの証みたいなやつがあって、これがあると入国審査の列をですね、優先レーン通していただけるので、まあ、この1年間でね、ちょうど去年の11月からもう3回台湾行ってますので、今回4回目ということでこれ発行してね持ってきます。で、あと今はねもう義務化されてないんですけど、一応ねマスクは持ってこうかなと思ってます。ケースも無印良品の EVA クリアケースというのに入れています。これだとねマスクがちょうどぴったり入るので、いつもねこれに入れて持って行ってます。はい、今回持っていくものは以上ですかね。はい、そういったわけで今日は台湾旅行に持っていく2泊3日のトラベルバッグの中身を紹介させていただきました。今日の動画が良かった、参考になったと思った方はぜひグッドボタンとコメントなんかもねいただけると嬉しいです。励みになりますのでよろしくお願いいたします。あとよろしければねチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ベルマークも押していただけたら嬉しいです。先ほど言った通りね、台湾に行ったらまた Vlog を撮ってこようかと思ってますので、 iPhone 15 Pro Max で撮った Vlog ぜひねご覧いただけたらと思います。はい、そういったわけで今日の動画は以上です。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。今回もこたつくんはお留守番です。お留守番頑張ってね。